はい、酒好きな俺の印象が始めていきたいと思います。今回は、クリア朝日の、期間限定の摘みたてホップです。2014年収穫、山形県産ホップを使用。アルコール度数5%。第3のビールですね。原材料が発泡酒。かっこ麦芽とホップとコーン、えっ、ー、と、だ、えっ、ー、と、大麦とコーンとスターチ。そしてスピリッツ、かっこ大麦となってます。まあ、なんか似たようなの。前もあった気がするな、これね。それじゃあ飲んでいきたいと思います。乾杯。ああ、喉渇いた。ああ、喉渇いてたけど、うまい。クリア朝日と。ああ、クリア朝日も結構うまくなったな。なんか。クリア朝日、大麦が 20% アップしたらしいです。あ、案外美味しいですね、これね。あ、結構美味しいわ、これ。香りがいい。これは香りがいいですね。苦味はあんまりないけど。こちらが、2014年の11月の26日に発売したみたいです。2014年に収穫される、摘みたての山形県産ホップを使用することで、クリア朝日ブランドならではのクリアな後味はそのままに、爽やかな香りを実現。発売期間が、12月末までの予定と書いてあります。これ美味しいですね。うまい。結構美味しい。案外あれだな。クリア朝日、今までずっと飲んでなかったけど。これ美味しいですね。香りが非常に本当にビールみたいな感じで非常に美味しい。まあで、あと、癖がなく飲みやすい。まあ逆に言うとコクがあんまりないんだけどね。コクがあんまりないんですけど、それを香りでカバーしている感じはありますね。リアサヒ。クリア朝日ブランドは2008年の発売以来、クリーミーな泡とクリアな後味が好評を博し、販売数量年々拡大しています。2013年3月には同ブランド初のエクステンション商品、クリア朝日プライムリッチが発売され、計画を上回る662万ケースを販売しました。2014年の1月から8月累計のクリア朝日ブランド合計の販売数は、前年比、101.8%となる100、えーと、
1892万ケースとなりました。だそうです。これは十分美味しいと思うぞ。これは。これは十分美味しい。で、関係ないんですけど、昨日じゃねえ、今日か。今日ですね、缶コレってあるでしょ。缶体コレクション、ね。今日ね、やっとね、缶コレがね、できるようになりまして。新規なんちゃらかんちゃらの、ね、カンコレの新規の入隊キャンペーンが今日やってて、で、やっとね、先ほど、登録しまして、やっとカンコレができるようになった。本当に。長かった。これね、カンコレはね、なんだ、ツイッターで、なんか、新規の人が入会できるかできないかっていうのが、なんかあるんですよね。新規登録するのが、日にちによってできない日があって、てか、できる日が決まってるんだよね。だからなんか、今までずっとちょっと、まあ、あんまりできなくて、ね。ああ、このタンブラー欲しい。関係ないけど。日課ウイスキー。日課ウイスキーのタンブラー欲しいな。どうでもいいけど。まあ、缶これね。今やってますけど。駆逐艦さざ波出る。駆逐艦さざ波っていうね、やつを、選びまして。よし。今、二面です。いまいちよくわかんないんだけど。声が可愛い。まず第一。これがさざ波の本気なのです。結構ボイスがね、あるんだよ。いつもだよ。あったれー。そこなのね。結構ね、ボイスが、振り毛にしてはかなりボイスがね、非常にあるんだね、これね。で、これは基本的に、いつもふざけていると思われがちですが、まあ、ちょっと本気はすごいでしょ。ね。なんか時間経過で、なんか、艦隊のお早いお帰りですね。
今の、なんか、バトルで傷ついたら、少し疲れ気味かしら。まあ、いわゆる、ちょっとベッドに入ってくるわね。寝かせるんですけど、一緒に来る？え、しろは？で、これでしばらくこう、時間、リアルタイムがちょっとかかるんですね。リアルタイムできない。結構このゲームはそういうタイプの、リアルタイムで、こう、なんかが回復して、できます、みたいな感じみたいですね。まあ、だいたい、フリーゲーってそんな感じです。今の。まあいいや。とりあえずね、そんな感じで、ちょっと楽しんでおります。それなりに面白いです。ということで、案外このクリア朝日も美味しかったですね。まあ、コクはあまりないですけど。甘みはまあ、香りが非常に良くて、これは美味しいですね。2344です。ご視聴ありがとうございました。